この朝もやっていうのかな、ちょっとだけ霞んでますね。位置情報送信成功。はい、ございます。これで今ここ行ったはずです。荷物、いや今日かなり軽いですよ。両方、あ、片側だけだと私これちゃんと固定してないんで、固定ってここしかやってないんですよ。私は下の方も止めるやつあるんですけど、めんどくさいんで、なんで必ずバランス取って入れるようにしてます。今日は左側が輪行袋と雨がっぱの上だけ持ってきて来てます。防寒具兼ねて、で右側にバッテリーとか の電子機器類が入ってて、それで今バランス取れてるぐらいいいかな。ちょっと電子機器が重いかな。でも道の駅はスルーしていこうかな。今日の待ち合わせは8時半に西武秩父駅近くのすき家です。そのですね、なかなかないな。何の夜が、最近は夜は編集、動画の編集するか何もしないか、ゲームやってるぐらいでしたね。また久しぶりにワールドオブタンクスとかやってました。おお、霜が降りてる。待ち合わせ場所まで6キロぐらいですね。ただスキヤはちょっと、私も朝ごはんパン食ってきちゃったんで、電池食ってきちゃったんで、西武じゃない秩父駅の方、秩父駅って2個あるんですけど、おはようございます、秩父鉄と西武鉄道と、その秩父鉄の方の駅の近くのマックにでも行こうかなと思ってます。そこで2、30分時間潰して、でも潰すほどの時間はないかな。朝ごはんパン食ってきただけです。駅でパン買って、おお、空気冷たい。こっちは今何度なんだろうな、多分5度割ってる、いや割ってないか、5、6度くらいだと思うんですけどね。自転車乗るのも何日ぶりだ、3週間ぶりぐらいか。ちょっと煙っぽく霞んでるの分かりますかね。そう、紅葉はこの辺り杉が多くてあまりなんですけど、まあまあしてますね。で、私がさっき足学坊って駅で降りたのは、足学坊がその正丸峠っていう、あと正丸トンネルっていう、あ、おはようございます、トンネルっていうのを越えるピークのところだからです。そのトンネル抜けたところで列車降りて走り始めました。耳冷たい、耳が痛い。あ、日が当たる、おはようございます。ちょっと聞き取りづらいな。自転車、あー、日が当たる、日が当たる。で、わかるかな、いつものシルエットです。シルエット。耳の痛いのが、ベント。正丸峠、あ、じゃあすぐ追いつかれるのか。多分今後ろからトンネルくぐったらもうここですよ。おはようございます。あ、じゃあ途中で追いつかれるな。まあでもちょうどいいか、要するに追いつかれたらどうこうってわけじゃないし。ん？道路こう、ん？あー、なんか自転車関係の逆走がどうこうなるやつでしたっけ。あー、またすごい何要求されるかですね。 Z さん自宅から走ってきてるはずです。ん？そのトンネル、あー、私はそこまで抜けたことないんですよ。